馬体はいい感じですね。馬体はいい感じですね。ご存知ですか？いい感じですね。元気いっぱいですね。まずまずですね。ご存知ですか？何かご用でしょうか？馬体はいい感じですね。まずまずですね。なんと一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。世界中の競馬ファンの注目がここロンシャンに集まっています。凱旋門賞いよいよスタートです。
さあスタートです。凱旋門賞場内の発売を締め切るベルがけたたましく鳴り響いています。果たして先頭に行くのは、ブロードウェイフライヤーが先手を取りました。それから4番片野御殿場、その外にエズード、その後ろでやりましょうかミルコム、それから7番キングズシアター、そして6番手に3番カーネギー、外を通って12番ホワイトマズル、そして内からはオンリーロワイヤル、それから2番セルティックアームズ、そしてその後ろからエルナンド、その外からはイントレピディティ、1番クリゲの馬体アップルツリー。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。これが先頭ブロードウェイフライヤー。さあ気合はどうなんだ。4番片野御殿場、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。そしてその外にエズード、それからもう1頭ミルコム、12頭が第3コーナーに向かいます。それから7番キングズシアター、3番カーネギー、それからホワイトマズル、6番オンリーロワイヤル、それから2番セルティックアームズ。これから約650メートルのホルスストレートに差し掛かります。5番エルナンド、イントレピディティがその後ろアップルツリー、これがしんがりでやります。さあ先頭の方はどうなっているか。8番ブロードウェイフライヤーが先頭です。ちょっと離れて4番片野御殿場でやります。さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。片野御殿場は2番手、このまま抜け出すか。懸命に粘ったブロードウェイフライヤー、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。内からは片野御殿場が来ている。片野御殿場先頭に立った。カーネギーが差を詰めてきた。カーネギーが3番手、カーネギーが2番手、ここでは負けられない。片野御殿場、カーネギー懸命に追った。片野御殿場が完全に抜けた。1着片野御殿場、凱旋門賞の1ページにその名を刻みました。獲得賞金は5000枚突破。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。まずまずですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。